はい、皆さんこんにちは、ビロガーナレです。今日は2013年7月8日月曜日、そしてこのとりあえずジジってみたらここ最近僕が気になっているニュースということを皆さんに勝手に紹介していくものです。ということで早速いきましょう。まずおととい気象庁が関東地方は梅雨明けしたって発表したんですけど、暑い。今年の梅雨明けはいつもより15日も早くて、去年と比べると19日も早くなっています。暑い。今年の梅雨明けは1951年の統計開始以来4位タイの速さになりました。暑い。そして専門家によると今年の夏は1000年に一度の猛暑になるらしいです。その名も千年猛暑。千年猛暑の要因としてはフィリピンの海上の海水温度が高くなるラニーニャ現象。気象庁はまだ発表していないんですけど、このラニーニャ現象が発生しつつあるそうです。そしてラニーニャ現象が起きると今年の夏は千年猛暑になるというわけです。これ僕だけですかね、毎年毎年気象庁が今年の夏は暑くなりますよって言っていません？去年は確か酷暑でしたっけ。あとはこの時期になると何かと話題になるのは埼玉県の熊谷市ですよね。日本一暑い街ってことで、もうすでに37度を記録しています。たまには気象庁から今年の夏は涼しい夏になりそうですっていう発表聞いてみたいですよね。ということで今このビデオを見ている皆さん、今年の夏は1000年に一度の猛暑らしいので、水分補給、熱中症対策を忘れないようにしましょう。次は訃報なんですけど、ファイル共有ソフトウィニーを作った金子勇さんが驚い急性心筋梗塞で亡くなってしまいました。金子勇さんはウィニーを2002年に2チャンネルのダウンロードソフト版として公開しました。2チャンネルでは47というハンドルネームで有名でした。その後2004年に著作権違反幇助の疑いで京都府警に逮捕。その年の5月31日に起訴されました。2006年12月に罰金150万円、懲役1年の有罪判決を言い渡されたんですけど、最終的に2011年12月に金子さんは無罪になりました。そして2013年1月に東京大学情報基盤センターの特任講師に就任。それとは別にファイルコンテンツ配信ソリューションを提供する株式会社スキードのファウンダー兼最高イノベーション責任者も務めていました。次はツイッターであった炎上の話なんですけど、なんでこういうことするんですかね。今回は牛丼屋の吉野家だって話なんですけど、吉野家といえばつゆだくとかつゆ抜きとかだとネギだく、あとは築地店のみ爪白、とろだく、とろ抜き、赤、多めなんていうのがあるみたいですね。とにかくいろんなカスタムオーダーができるんですけど、今回ツイッターで炎上のきっかけになった注文は肉抜きだったんです。吉野家のバイトの人はこの激レアカスタムオーダーにびっくりして、いろいろ考えた結果、玉ねぎだけをのしたネギ丼を作ることにしました。ここまでお客さんの要望にきっちりと答えて完璧な対応だったんですけど、良くなかったのはその後です。玉ねぎだけをのせたネギ丼、そのネギ丼を写真に撮ってツイッターにアップしちゃったんです。それに加えて吉野家でバイトして1年初めて注文された牛丼の肉抜き、一つだけ言わして帰れというツイートもしちゃったんです。確かに牛丼屋に行って牛肉抜いてくれっていうのは本末転倒な話ですよね。ただこれは友達同士で話すネタだったら爆笑ものかもしれないんですけど、このツイートに対してバイト中に写真を撮るんじゃないという非難が上がっています。現在そのネギ丼をアップした写真とアカウントを削除されているんですけど、まあこれは友達同士で話して受けるネタですよね。多分この写真をアップした人は友達同士で受けるネタとネットにアップしたらまずいネタ、この線引きがうまくできなかったからこうなっちゃったんでしょうね。今日最後はネット選挙に関する話なんですけど、 Facebook では参議院選挙の候補者の Facebook ページいいねの数をランキング形式で表示しているサイトを公開しました。今のところ1位はぶっちぎりで安倍晋三さん、2位は佐藤正久さん、3位は小泉進次郎さん、4位は三原淳子さん、5位は片山さつきさんといった感じです。ネット選挙が始まったので、これから皆さんにいろんなものを紹介していきたいんですけど、選挙カー、あれなんで未だにやり続けるんですかね。今日コンビニ行くときにデコ車みたいな選挙カーがあって、大音量でよろしくお願いしますなんてことをやってても、自分で自分の首を絞めてるだけだと思うんですけどね。選挙カーの方がいろんな人の耳に直接入るから効果的。ネット選挙と組み合わせれば効果はバッチリ。あれ本当に迷惑ですよね、最近。ネット選挙なんてめちゃくちゃ静かじゃないですか。来年か再来年くらいには選挙カーが過去の遺物になってることを心の底から願います。ということで今日皆さんへの質問は一番最初の千年猛暑に戻ります。確か去年の夏も皆さんに質問したんですけど、あなたの熱中症対策は何ですか？下にコメント残してください。お願いします。今日皆さんに紹介したニュース、ディクトはすべてシナリニックもしくは僕のブログビロガーのアリニッキにすべて載せておきました。その他今日僕が気になったニュースということは僕のブログビロガーのアリニッキだけに載せておきました。ということでまた明日お会いしましょう。以上、ビロガーのアリによるとりあえずじじってみたでした。じゃあまた。